ハッピーダンジョン情報局シーズン2、イエーイ。さあ始まりました、局長の剛パンです。女子の奈々子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうもどうも。どうしたの今日は。今日はウキウキのハッピーサンタです。クリスマスだから。クリスマスだから。いいね。これは何ですか。ウキウキの。ウキウキのトナカイマンでしょ。ウキウキのちょっと下手ってるけど角が。そうですね、はい。今回はまず、はい、本日からハッピーダンジョンで開催されるクリスマスイベントとキャンペーンについてお知らせしていきたいと思います。 OK、 お願いします。はい、クリスマスイベント第1弾、新イベントクエスト爆熱聖夜ハッピークリスマス開催目書けたけどね。いやけど来たね、イベントクエスト爆熱聖夜ハッピークリスマスね。爆熱はい、ね、今回はクリスマスにまつわるお話だったり、はい、初登場のコスモンスターが登場します。初登場。お、いいですね。どんなやつなんですかね。うん、で、あのボスモンスターからは、うん、サイリウムソードというヒカル剣が入手できるほか、うん、固有のドロップのある中ボスもたくさん登場するそうです。うん、サイリウムソード、あの秋葉原でよく売ってるやつ。なんか違う、そういうのじゃないの。サイリウムってそれじゃない。違いますよ。で、そのサイリウムソードはあの全、職業を装備することができまして、うん、各属性と無属性合わせて5色あるそうなので、うん、はい、イベントテストをたくさん遊んで全ての色を入れてくださいね。うん、いやそれは確かにね、うん、欲しいもの全色。だって全職業に飛び行くんでしょ。そうですよ。いやそれはちょっとありがたい。そうなんです。気に入った色を装備していけるんでしょ。その見た目ロックもできるから。そうです。最強で、なんとですね、このクリスマスイベント期間中にログインするだけで無属性のサイリウムソード白をプレゼント。マジです。でログインするだけで最強やん。そうです。でさらにこのクリスマスイベント同時にハッピーフェスも開催しております。はい、フェス期間はこれまでと同じように毎日スペシャルなログインボーナスがあるほか、うん、この期間にしか購入できないフェス限パックも発売。フェス限出たよ。フェス限、うん、しかもフェス限パックは本日12月22日の16時から12月25日の16時までエティックが必ずフェス限ソフトとなるクリスマスエディション必ずも販売する。いいやんか、もうこれ最強やん。ちょ待って、だって新しいイベクエ始まってログインするだけでサイリウムソードもらえて、毎日スペシャルログインボーナスあって、フェス限装備が必ずもらえるハッピーカードも売るって、めっちゃクリスマスやんけ。ほらここに全部書いてるもん。ぜひ皆さんも楽しんでいきましょう。はい、いや楽しんでいこう。つよしまんの疑問マン。テテテテテ、新コーナー新コーナー始まりました。始まりましたね。強しマンの疑問マン。これちなみに G ね、疑問の G。 あ、逆かな。疑問の G、はい、このコーナーはですね、はい、私強しマンがハッピーダンジョンについて疑問に思ってることを直接制作者に聞いてしまおうっていうね、うん、斬新なコーナーです。うん、まあ、今までもあったようでなかったようなコーナーですけど、なかったようなコーナーですね。はいはい、うん、というわけでですね、はい、今回の疑問マンはこちら。はい、結局いいドロップが落ちるのはどのクエストですかっていうね。うん、うん、もうほんまにやっぱね、そのドロップを求めてみんなやってる方もいると思うんです。そうですね、私もそれ知りたいです。うん、だからそれをもう直接聞いちゃおうということです。うん、そうですね、はい、それは素晴らしい。はい、じゃあ早速、開発者の方来てもらいましょう。はい、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。こんにちは、どうも。すいません、間違えました。呼ぶ方、呼ぶ方間違えました。リードプランナーの桑原です。よろしくお願いします。リードプランナーの桑原マン。桑原マンって何？リードプランナーの桑原マン。適当に言うみたいな。いいドロップするクエストを教えてくださいっていうことです。もうね、ズバリ言います。じゃあ。ズバリお願いします。やっぱこのゲームやってて、まあ、初心者の方、中級者の方、上級者の方いると、その進行状況によって、まあ、美味しいドロップっていうのは変わると思うんですけど、まず初心者の方、まあ、人間級、難易度人間級のストーリークエスト、はい、3章の、はい、輝くキノコ狩りリゾートというクエストがあるんですね。はい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 。そこに、登場するボスが2体いるんですけれども、これが V8 クライムというボスと、うん、あとボフラーという、この2人は実は固有ドロップを落とすんですよ。え？武器。おう。
こいつらしか落とさない武器が、でその武器がエピックなんですよ、うん、リアリティが、うん、なんでゲーム始めたてでも3章のそのボス倒せば、もしかしたらそのエピックの武器が手に入るかもしれない。じゃあの中級者の方ね、はい、中級者の方には、6章、はい、6章の、まあ、これまた人間級で、あ、人間級、はい、人間級でいいんですか、はい、人間、ゾローナ、はいはい、というですね、うん、クエストがあると思うんですけど、うん、そこに登場するボス、これまた2体います、うん、まずブレイクペダル、うん、これ盗賊団のボスですね、うん、それと、ゾローナという、うん、女盗賊団、最後に戦えるんですけど、はい、この2人、だいぶ使えるアイテムを登録してくれるんですよ。おまず、ドレーキペダルの方は疾風のスカーフって言うんですね。うん、まあ、装備すると移動スピードがアップする。うわそれは嬉しいね。しかも見た目もちょっとかっこよくて、首元にまた黄色いスカーフなんですよ。あ、いいね。それだいぶおすすめ。おすすめ。はい、それと、そのゾローナの方ですね、うん、錬金術師キャップ、うん、これは、装備していると、獲得できるスターの量が増えるんですよ。まあ、その6章1回回るだけでこの2体のボスどっちか落ちるかもしれないっていう期待もあるので、まあそこをね、狙って回っていただければと思います。はい、はいはいはい、ありがとうございます。で、はい、上級者の方、上級者の方、上級者の方はですね、これまた同じく6章なんですけども、6章の今度は難易度デス以上、ゴブリンの親玉、あー、ゴブリンの親玉というクエスト出てくる、もう最後ですね、ゴブリンボス、うん、こいつがですね、緑の兄弟というですね、うん、戦士の装備できる兜を落としてくれるんですけど、この兜が、コズミックまで進化できる、コズミックの兜なんですよ。結構上級者の方でもこれ最終的な装備にしてる方も結構いるかなって。いらっしゃるんだ。はい、はい、いや、これは今回結構有益な情報がね、うん、得られた、ね、こんなに怪しい人やったけど、ハッピー男女情報局なあとしてのそうやわ、よかったです。じゃあ、はい、まあ本当か嘘か分かんないですけどってことでね、はい、いやいやいや信じるか信じないかはこれなんでそんな怪しいポジションあ、違うの、ちゃんとした情報ね、ちゃんとした情報です、です開発者ですから、クリスマスプレゼントいや、そう、あ、そうだね、クリスマスプレゼントはもうこれはそういうこと、いや、そういうことじゃなかったよ今言ったあのドロップ、ぜひ狙っていただいて、そうですね、豊かなハッピーダンジョンライフを送っていただければと思います。はい、どうもありがとうございました。これね、この情報をみんなね、使って、クエスト回してください。回してください、はい、以上、疑問版でした。というわけで、はい、今回はクリスマスイベントの情報、うん、それからおすすめの周回クエストなどを教えていただきましたが、はい、どうでしたか。いやあのね、思ってる以上に盛りだくさんやったね。そうですね、今まででは結構一番上いや、マジで一番詰まってる回じゃないかな、じゃないかなっていうぐらいねえ、うん、私もすごい良かったと思いました、今日は。はい、はい、よかったです。なんで、このウキウキの気持ちで一緒に皆さん一緒に行きますよ。